さあ、続いてはシリスポです。ホークス自主トレ情報なんですけども、今日も和田さんのお顔がありますね。さらにこちら、今日自主トレ公開された今宮選手の自主トレ、どんな練習が行われていたんでしょ長崎の雲一つない快晴のもと行われた、和田投手率いるチーム21による野球教室。球場には子供たちの歓声と大きな笑い声が響きました。プロ22年目の大ベテランがボール拾いを率先してこなし、さらにゲームによる罰ゲームも小学生たちと一緒になって全力でやりきります。もうやだ。子供たちは初めて見るプロのボールに大興奮。さらにリチャード選手のバッティング教室では、ある種フェス並みの盛り上がりを見せます。長崎での初めての野球教室は大盛況で幕を閉じました。スタート。来ましたよ。一方、こちらは宮若市で自主トレを行っている今宮健太選手。報道陣への自主トレ公開日となった今日、とにかく午前中から走る走る。シーズンを戦い抜く強固な体作りのため、自分を追い込みトレーニングに励んでいます。公開日だけで気合入っとるわ。長谷川さんにやっぱ走る量を増やした方がいいよっていうことを、まあ、言われたので、それを昨年からずっとやってきた結果、すごくいい状態で怪我なくやれたので、まあ、それを継続していきながら、苦しい練習をする中で自分に負ければライバルに負けるのももちろん確定なんで、そこは意識してやっていきたいなと思います。はい。ホークス不動のショートも今シーズンでプロ15年目。世代交代の波も激しい中、胸に抱えているのは危機感。限られた野球人生、さらなる輝きを求め戦い続けます。今年で33歳になりますけど、ある程度同じ同等のレベルであれば若い選手を使うのは当然なんで、まあ、僕にとっては今年もう一つ花を咲かせることによって、この野球生活1年でも長くやれるんじゃないかなっていうとは思ってるんで、まあ、川瀬だけじゃなく他にいろんな選手はいますけど、そういった若い選手に負けないようにもう一花咲かせられるようにやっていきたいなと思います。レギュラーを絶対的なものにするためにはとにかく打つしかないと一心不乱にバットを振る今宮選手。そんな中、トスを送るこちらの男性、皆さん分かりますでしょうか。この方は今宮三兄弟の次男、健太選手のお兄さんである幸男さん。家族のサポートももらいながら勝負のシーズン、まずはチーム内のサバイバルを勝ち抜く覚悟です。兄貴に限らず、たくさんのサポートメンバーのおかげであれだけたくさんのバッティング練習もできましたし、まあ、そういう人たちのためにやっぱり1年でも長く野球をやって、恩返しをしていきたいなという気持ちで、ずっとやってるんで、2月1日のキャンプのサバイバルに向けて、やってるだけなんで、まずはそこに合わせていきたいなと思います。いや、高い壁ですけど、これがホークスの伝統だなって感じますよね。今宮さん33歳、いや和田さん43歳だもんなみたいな。そう、10個上になりますからね。見えないですよね。って分からないですよ。ね、改めまして、もう今宮家は野球一家で、はい、長男の俊夫さん、はい、大分県にある一心寺の、ね、お寺の住職なんですけど、はい、そうですよね。そして次男の幸男さん、はい、そして三男の健太さん、はい、三兄弟で野球はなるほど、ずっと野球やられてたんです、ね、皆さん、はい、お父様が野球チームの監督、はいはいはい、あ、じゃあ野球一家だったんだ。はい、そしてお母様がチームのアドバイザー、はい、アドバイザー、すごい野球漬けで、ね、家族みんなで、もうみんな野球でございますからね、はい、家族も一丸となってどうか磨いていただければと思います。